ですえー、おはは。ようございます。こんばんば野方の編集でしていますニ、えース・ユータクなかなか体調を取れるのは難しいですね私もちょっと体調崩してますけど、えー、近藤さんも体調崩して昨日はアップされてましたけど本当に、えー、体調が作ないのは大変ですね本当に、えー、この年明けからまあちょっと話は変わりますけどノト、えーの,の,の,ま、のその自死また羽田の飛行機の事故本当に、えー、大変な。 ですけど、まあ、健康も一番、それぞれ各自体調維持するのは難しいですね。本当に、今度さん頑張ってほしいと思います。今日は廃業されていましたので、本当に目からウロコですね、なかなか私、素人はそこまで、このウォッチングできませんので、この、 しえー、近藤さんの新防衛研究チャンネルさんをこのウォッチングしての,の、ま、学びというかもう、えー、おこましいですけど、なります。新防衛研究チャンネルさん、えー、ウクライナ選挙プラス、えー、中東占拠2024年1月5日、えー、ロシア領内占領地で、えー、爆発炎上が相次ぐ、ウクライナの大規模 攻撃かということで、本当にウクライナを応援する立場として、ウクライナに栄光あれですね。なかなかこの、ロシアも3月のこの、プーチンのその再戦の大統領選を控えて、本当に、絞ってきてますね。この、クパンスクはじめ、その、特にアウディディカですね。本当にアウディディカに戦力を来てますけど、 このウクライナ軍もそののまあこのうまく映像が流れてましたけど一列並んでくるこのロシアの車列ですね戦闘センサーにしてウクライナ軍も、えー、戦,戦車とこのこの後ろ 前と後ろ攻撃して、えー、その中はもう横にずれたら、その時代が増えて、えー、そういうこの戦法ですね、ウクライナ軍本当に守り、今、第3、反転第3フェーズということで、この私っても3第3フェーズとして、守りに徹してますね。アウディディカも まあそういうことで、また今回、えー、クリミアには、まあ、攻撃するとか攻撃してそういう、えー、無人機、ミサイルということで、えー、攻撃してますね。えー、またこの列車はまた、えー、北朝鮮のミサイルですね。イランからでもそういう、この、 私も詳しく分かりませんけど、この途中で軌道変更するう巡航ミサイルよりもその弾頭ミサイルですかね、遊撃が難しいということで、本当に、えー、このウクライナの民間の方々が、まあ、被害出てますね。本当に、えー、このロシアは、えー、民間をインフラにられてきますね。ウクライナは本当に軍事拠点ですね。えー、そういうあこの式場とか、そ軍事式場、そうですね、戦争を勝つためにはそういうあ民間のインフラじゃなくて、そういう軍事施設ですね。 十項目を叩いて叩いて、そうして、本当にロ、えー、シアをこのウクライナから本当に撤退すべきですね、そういう、えー、ウクライナを本当に、えー、西山もそういう電子戦でもまたこの、えー、この ロ、えー、シアが最新のそういう、えー、機械を導入したけどウクライナはその電線で撃破、えー、してますねそういう西が、えー、まだまだ F16 戦闘機、ね、航空がまだ弱いですね、えー、F16 そして、えー、もう本当に、えー、このロシアはその国力その人口もウクライナの3倍ですので、えー、そういうウクライナはその。えー 一人とも犠牲が収まれますね、えー。ウクライナあ、ロシアもそういう今回、人海戦術よりもそういう機械化ということで戦術を変えたみたいで、えー、空爆とですね機械化でしてますけど、あこのウクライナ軍も頑張って,、えー、って削って削っていますね、えー。削るところは削って、有利なところに、えー、まあ、下がるところは下がって有利な高台かそういうあロシアを本当に戦力を削っていますね。ウクライナに栄光あれですね、えー、本当に、えー ロシアのそういうクリミア半島のもう奪還ですねクリミア半島との孤立化ですねそういう重要な指揮所とかそういう弾薬とか特に空港ですねそういう軍事目標ですねもう無人機またミサイルでその無力化ですね本当にウクライナに栄光ですね中東もまだまだヒズバンのこの イスラエルも頑張ってますけどまだまだ目が離せないですね、えー、このまだまだ、えー、ハマスのこの活動が。 本当に、えー、イスラエルを、まあ、応援する立場としては、マハマスは武,武装解除して、もうお、この解体すべきですね、穏健なその、えー、パレスチナ自立国家を目指すですね、そういう極端なそのイスラエルを抹殺、イスラエルがこの世からなくすというそういう極端な考えじゃなくて、<laughs> えー、イスラエルと共存できるそういう恩恵な、えー、パレスチナ人国家が自立、えー、してほしいというのが、えー、個人的な願いですね、まあ。現実は厳しいですけど、この、まだまだ。 戦闘が続きますね、ハマスのまた、えー、北部、細かく分けて、また南部の反ユニスですかね、まだまだ南部、もうまだまだ目が離せませんけど、特にこのイランを本当に、えー、アメリカ、またイスラエルを本当に、えー、亡き者とする、そういう考えで、えー、その支援するヒズボラはじめ、イスラム戦線ハマスですね、また、えー、イランの,の反政府勢力、 このシーファーです、ね、いろいろとまだまだ、えー、中東の目から目が離せませんけど、えー、シンボル研究チャンネルさん、えー、ウクライナ選挙プラス中東選挙ですね、えー、私もそういう、えー、このウクライナに英国派、えー、のイスラエシャロム中東に平和ですねそういう立場をスタンスを取っていますの、えーま、のこの ーニースユンタクでした。マサとこの YouTube チャンネル登録、またコメント、また聖書について、えー、学びたい。興味のある方は一緒に聖書を学びませんかあメンバーを募集しています。またこのマサとの応援をよろしくお願い,いたします。皆さんの応援が本当に元気になりますので、えー、引き続き、ン、え、ト、ー、さんの新法医研究チャンネルさんの、お,ーおーまたオーチングしていきたいと思います。えー、次回のニースユンタクでお会いいたしましょう。マサとしたら、しゅげです。パシャンブレズ、シャロム、シャロム、シャロム。